中原海戦とは、日中戦争中の1941年5月から6月の間、山西省南部で行われた日本軍と中国軍の戦闘である、北品方面軍が中国第一戦区軍の包囲殲滅を狙い、大きな戦果を上げた、百0号作戦とも呼ばれる、中国側の故障は、中条山戦役、または新南海戦。1940年秋頃、第一軍は、 艦内の敵情について、中国共産党軍は百0大段戦後の日本軍の討伐により戦力は回復しておらず、また、三成軍も戦力が低いと判断していた。そこで、第一軍は依然として、三成省南部の山岳地帯を拠点にしている、栄立港将軍指揮下の中央軍を撃滅し、山西省内の治安圏を拡大するための作戦を計画した。 この第一軍の計画には来たシナ方面軍も全面同意し、シナ派遣軍はその戦力充実のために、渦中から第17、第33師団の2個師団を転用することに決定した。1941年度の最初の攻撃目標に、中共軍ではなく、重慶政府指揮下の中国軍を選ぶことについて、方面軍第2課は、中共軍の壮滅を優先するべきであると、 反対した。しかし、この中国軍の警戒のために、日本軍の3個師団がに貼り付けられていたので、まずこれを撃滅してから全力で、対中強戦に当たるという方面軍第一課の意見が優位を占めた。北品方面軍は、この回戦のために、第一軍を山西省方面から、直轄の第21、第35師団を河南省方面から攻撃させるように準備を進め、 作戦地域を三世、河南省境付近に計画した。また、第一軍は事前準備として3月に両側作戦、第15軍撃滅作戦を行って、本海戦に有利な体制を整えた。このように、日本軍は徹底した兵力の集中と、周到な事前準備でこの作戦に臨んだ。国民党軍が用いていた暗号の強度は弱く、 ほとんどの暗号は日本軍に解読されていた。そのため日本軍は国民党軍の編成や行動を把握し常に帰戦を制して行動することができた。さらに中原海戦においては方面軍の情報家が事前に様々な偽情報を中国側に流して混乱させる作戦をとった。混乱すれば通信を使って連絡を取り合うためさらに それを傍受することを期待したのだ。偽情報が流されると、中国軍は日本軍の意図通り混乱し、その様子が情報化に傍受された。中国軍の内情が情報化から、作戦化へと伝達され、日本軍はその情報をもとに攻撃を開始することとなる。中原海戦の経過概要図赤。日本軍、青。中国軍など、計26個市の兵力。五月七日、遊国。 中原海戦が開始された、西正面の攻撃を担当する、第一軍主力は一斉に攻撃を開始し、突き抜けるように突破して、黄河の線まで南下、中国軍の退路として、重要な都下点の下記局を約21時間半で占領した。そして、外側包囲圏は約35時間後、内側包囲圏は約40時間後に完成して、9日正午には、 地域内の中国軍を完全に二重包囲した。そして南北エクシで削るような相当を何度も反復し、6月10日までに各部隊は至るところで3から5千人の中国軍を撃滅した。東正面では第33師団が洋上から方面軍直轄の第35、第21師団が猛県、海警からそれぞれ進撃して地域内の中国軍を撃滅した。 両側付近にいた中国軍第27軍は精神して第93軍と合流しようとしたため日本軍は第36師団を西から抽出して第33師団と共にこれを撃破した6月に入ると第93軍の残存部隊が北西に改装したためその方面で警備していた独立混成第16旅団の部隊がこれに大打撃を与えた 6月15日、日本軍は、各角たる戦火を収めて、中原海戦を終了した。その戦火は、自編期間を通じて稀に見る大きさで、中国軍に与えた損害は、生き死体約4万2000、捕虜約3万5000名を数えたとされる。日本軍の損害は、戦死673名、負傷2292名であった。こうして、初期の通り戦果を上げることができたため、 北品方面軍司令官、ただ春中将は、飢餓の核兵団に対して、今後の活発な討伐作戦と政務工作によって、徹底した総協を実施することを強く要望した。しかし、中原海戦によってこの地域の安定勢力であった中国軍が一掃されると、それに代わって中共勢力が次第に浸透し、日本軍の施策が適当でなかったためもあり事案は、 かえって悪化することとなった。中条山無役を拠点としていた中国軍のゲリラ的活動は実際には共産勢力に比較すると極めて低調であった。こうして根拠地を失った国民政府軍の後へ気を伺っていた共産軍は直ちに勢力を浸透させて根拠地を確立させることができた。これによって河北における遊撃戦は共産軍の独占したものとなった。 ありがとうございます。